皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画は巷で話題持ちきりの新型 RX、 これのですねパワートレインとカラーどうするのか問題ということと、抽選に参加する上で把握しておくべきこと、個人的に思うところをまとめてみました。そして私自身が何のパワートレインにするかというところも今回決定しましたので、そういったところをお伝えできればと思います。ラジオ形式的な動画になるかと思いますが、最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速本編いきましょう。それでは早速どのパワートレインにしていくかというところをお話ししていこうと思うんですけれども、もう皆さんもねだいぶ勉強されているかと思いますが、ガソリンの 2.4 リッターターボモデル RX350、 そしてその上に 350H というハイブリッド、さらにその上に PHEV 車である 450H プラス、そしてですね今回新規開発でもある 2.4 リッターのターボにハイブリッドを装着した RX500H F スポーツパフォーマンスということで、全部で4つのパワートレインがあるということになっています。そして一番の売れ筋とも言えるであろう 350H の通常ハイブリッド、こちらに関しては販売が見送られていますので、今回の先行注文に応募する上でのパワートレインとしては実質3つの中から選択するということになります。販売店さんによってはですね、完全な見積書みたいなものを作って注文書まで取り付けて初めて応募、そんなやり方を取っている販売店さんもごくわずかあるということですが、大多数の店舗さんがお話を聞く限りだと、どのパワートレインにするかということだけ選んで抽選に参加するようですね。なので350、450H プラス、500H、それぞれを選択して抽選に参加する必要が出てきます。そしてこちらも周知の事実となりつつありますが、今回は純粋なパワートレインだけで選択ができるかというとそうでもなくて、いわゆるグレードですね、バージョン L というラグジュアリーでいろんなオプションが込みになっているお買い得だしすごく心地のいいモデル、そして F スポーツといういわゆる見た目の部分や走りの部分にスポーティーさ、専用装備などいろいろ装備する分、バージョン L に比較すると追加すべきオプションが出てくるので、総額同じ装備にしようとするとちょっと高くなる可能性があるという、この2つがあります。日本国内では圧倒的な人気っていうのはやはり F スポーツに偏る傾向がありまして、それに伴ってリセールなんかも F スポーツの方がいいと言われてきています。で、今回この F スポーツを選択しようとすると、ガソリンモデルの RX350F スポーツか RX500H F スポーツパフォーマンス、この2つだけになっているわけなんですね。逆にバージョン L が選択したいとなった場合は RX350 のガソリンモデルか 450H プラスの PHEV、 この2つになるということになります。つまり RX の350を選択すれば、どちらのグレードであったとしても選択することができると。そしてどの販売店さんも大体グレードまでは指定して抽選応募を取ってないみたいなので、とりあえず350で応募しておけば当たった時まで少しどちらのグレードにするかは考えることができるということになりますね。逆に 450H プラスと 500HF スポーツパフォーマンスはパワートレイン選択の時点でグレードまで決めかねなければいけないというところになりますので、まずはご自身の中でこのグレードどっちにするか決めていくのが最重要な項目になっていますし、どちらとも決められないよっていう方は350にしておけばまだ少し猶予があるということになります。それでは早速パワートレインごとの、メリット、デメリット、注意すべき点、知っておくべき点みたいなところをまとめてお話ししておこうと思います。まずこの RX350 の 2.4 リッターターボエンジン、こちらのメリットは先ほど言ったグレードがどちらでも選べるっていうところは大きなメリットの一つかと思いますし、バージョン L に関しては肉モデルが選択することができるということもあるので、純粋にこれによってスタート価格が安く設定されています。肉のバージョン L が664万円からスタート、四駆になると705万円、そしてもともと四駆の F スポーツが706万円となっています。そしてこの664万円、もしくは706万円という価格に関しては、NX と比べた時の価格差っていうのが、従来の RX と NX と同じ、だいたい6、70万円の差ということで、順当な設定値になっているんですね。いやいや、 NX の350が599万円だから100万ちょっとでしょって思う方もいらっしゃるかと思いますが、 F スポーツっていうところで比較すると、本来だったらね数十万円のオプションの三眼 LED ヘッドライト、アダプティブハイビームシステム付きのものが標準搭載になっていたり、それ以外もね込みになっているもの結構あるんですよね。だからそう考えると、このメリットの2つ目としては、とにかく価格に対しての納得感がすごいっていうところですね。もちろん強要化されているものも多いですし、基本的にはエンジンも同じという風になっています。ただジャーナリストさんとかのね試乗動画なんかでは、もうすでに NX350 の同じエンジンなのにさらに遮音性が上がってる、これによって静かで快適な350のエンジンという形に変わっているというところもいろいろ聞いてますし、パワーもね279馬力430ニュートンあれば12分すぎるぐらいのパワーです。
先代の RX300 の2リッターターボであれば、ここはやっぱ230前後の馬力っていうところもあって、まあそれでも普通に乗ってる分には十分かなって思うところありましたけど、うお、速っみたいな感じはなかったわけです。まあそのあたりもこの350であれば十分に楽しめると思いますし、このフルタイム AWD っていう四駆システムね、結構楽しいんですよ。雨とかね、悪天候時もすごい安心感がありますしね。さらに今回この AWD モデルを選択することによって、バージョン L でも ABS のサスペンションが装着できるっていうところも、これ一つ特徴になってるかなと思いますので、こういったあたりの選択肢も NX よりは良くなっていて、価格に対しても割高感がないっていう、これもね大変メリットなんじゃないかなと思いました。従来であれば手放す時のリセール、これも一つ車の特徴や選択する理由になってくるということで、ガソリンモデルの F スポーツみたいな話になるかと思うんですけれども、まあ、昨今この状況ですし、この新型 RX ほとんどの方が買えないですよね。正常になって買える時になったって、まあ、それでも持ってる方の数って少ないと思うので、正直まあそれはもちろんガソリンの350の F スポーツにしておけばより良いんでしょうけど、まあ、ただですね、このバージョン L に関しては元々の持ち出しが少ないところで抑えられる肉モデルがある、これを考えるとリセールというかね、損失額っていうところでいくとね、買ったところに対しての下売りの差額っていけば必ずしも悪くないんじゃないかなっていう気がしています。それにこの後ご説明する 450H プラスと相当な価格差がありますので、この値段であの素晴らしい内装を堪能できるっていうのも350のいいところなんじゃないかなと思います。そして知っておくべき点や人によってはデメリットに感じる点というところをいくつか触れていこうかなと思います。まずは燃費ですね。こちらは WLTC モードで肉のバージョン L が 11.8キロ、四駆モデルの F スポーツバージョン L が 11.2 キロとなっています。ちなみに私も所有している同じ 2.4 リッターターボエンジンの NX350 はいくつなのかっていうと 12.2 キロなんですよね。なので肉モデルだと 0.4 キロ、四駆モデルだと約1キロ燃費性能が悪化しているということになります。じゃあ実際このエンジンでこの燃費どうなんだって話なんですけど、まず私久しぶりにスペック表を見て今驚きました。私の NX って一応 12.2 キロだったんだみたいな感じですね。12.2 キロが出せる時っていうのは高速道路での走行をそれなりにしばらくやった時ぐらいですね。この NX の350のエンジンのいいところっていうのは、8速オートマになったことによって、高速走行時とかに今までだったらね、6速で走って120キロの新東名走ろうもんならすごく燃費が悪かったみたいなところを、2つ増えたギアでかなりですね低回転で走れるようになったんですよね。しかもこの8速 AT がですね、低速走行時は割とその通常の6速 AT みたいな感じで、あんまりたくさんこうシフトアップをしなくても走ってくれるので違和感も感じにくい、それなのに安全運転で一定速度で走った時には低燃費が出るっていう、まあそういうのがいいとこなんですけど、まあとにかく市街地走行が弱いんですよ。私はあんまりこう高速を走る時ばっかりじゃないので、日常使いとかでね、10分15分下道走ってるとかだとリッターなんか6とかザラですね。なので街乗りメインでこのエンジンを選択するっていうのは、相当にガソリンに対してのこう満足度っていうのは低いので、それは大前提分かっておく必要があると思います。体感する感じ的にやっぱり RX300 よりも悪く感じるんじゃないかなと思いますね、街乗りしてると。ただ裏を返せば、さっきの通り高速道路とかバイパス走行が多い方にとってはリッター10以上がザラに出ることもありますので、まあそのあたりでまあメリットになるかデメリットになるかを理解しておく必要があると思います。あとはですね、 RX350 の F スポーツのみに関わるところであるんですけれども、他のモデルと比べて2つどちらかというと解約されている部分といいますか、不遇な部分があります。ここに関してはですね、すでに皆様もご覧になっているですね、ナマックさんのんびり怠け日記のブログでももうすでに触れられているところなんですけれども、まず1つ目、フロント席のドリンクホルダー付近についているアンビエントライト、まあ、インテリアイルミネーションというのがレクサスの正式名称なんですけど、こちらがですね、なぜか削除されていると、追加することもできないということになりますので、まあ、このあたり差別化されているということを知っておく必要があります。もう一つは、まああんまり支障はないんじゃないんですけれども、グローブボックスのところと、まあ今言ったドアのですね、ドリンクホルダーとかがある部分のところ、ここが本来は皮巻きということで柔らかい素材になっているんですよね。なので RX はやっぱりこういったところもお金かかってるなみたいな特徴としてよく触られる部分ではあるんですけれども、ここがまあなぜかそのままプラ素材でカチカチの状態になっているということになります。まあただこのあたりは、例えばドアの部分って結構足が当たる部分なので、傷がつきやすいってところで考えると、硬い素材の方がいいっていう方もいらっしゃるでしょうし、グローブボックスのところはね、もはや触ることはほぼないので、まあまあまあ、それは知っておくだけでいいのかなっていうところの留意点としてご案内いたしました。最後はこれも350の F スポーツということになるんですけども、まあ、正直デメリットになるとはあんま思ってはいないんですけれども、今回この F スポーツの場合ですね、かなり広大な面積を樹脂パーツが占めています。
当然レクサス車の樹脂ということなので質は高いものではあるんですけれども、私はあんまりこうシティハイ SUV で樹脂部分が多いのが好きじゃないので結構気になるタイプなんですよね。だからそれが気になるので NX でも TRD のフルエアロを装着したっていう経緯がありました。これがもう一つ選べる F スポーツの 500H ですと、もともとボディ同色の全塗装もエアロになるのであまり気にしなくてもそのまま乗れる方もいると思いますが、やっぱりこの樹脂がどうかっていうところ気になる方っていうのは多分エアロパーツに変えたくなるんじゃないかなと。ただ TRD のフルエアロにしてマフラーセットになると、もうそれだけで見積もりがあっという間に100何十万上がってしまいますので、結構穴場というか今回 NX の TRD 並みに売れるんじゃないかなって想定しているのがディーラーオプションのスポーティーエアロパッケージなんですよね。これがですね本当に NX の TRD フルエアロとほぼ同じぐらいの29万3700円から装着することができるようになっています。そして今回ですねこのタイミングでまさかのこのスポーティーエアロパッケージを装着した車両の写真をメンバーさんからいただきましたので、写真今投影しているんですけれども、どうですか？これによって樹脂感もなくせますし、あとはリアのねとこのやつが、まあ、どうしてもディフューザー調の失礼とかがないところなんかも私は結構気になってたんですけど、このあたりもバッチリカバーしてると。だからね 350F スポーツ勢の方には相当これ刺さるんじゃないかなと思いましたし、 500H の方に関してもマフラーとかまでは装着したくないんだよなっていう方で、なおかつブラックに変えたいとかってね、そういう方々なんかには結構売れるんじゃないかなと思いました。なので、まあ、樹脂が気になる方に関してはそのあたりの範囲をよく知っておく必要があるということになります。続いて RX450H プラスのバージョン L、 こちらのメリットというところになると思うんですが、今回の全ての RX の中でおそらく一番静粛性が高いと思われます。まあ、そして振動も少ないエンジンということもありますし、 EV モードで走ることができるっていう、もうこれにね変えられるものってないんですよ。 NX の 450H プラス、私最近もですねちょっと台車で乗ったりなんかしたんですけれども、まあ、本当にガソリン車と EV 車とのこのメリットデメリットを比較するような世界観になってくるんですが、 PHEV っていうのは EV で一番デメリットとして挙げられる充電環境とか充電時間、こういったところを気にせず所有することができて、それにおいて EV のいいところ、もちろんエンジンをかけなくて走れるから静か、燃費を使わない、そしてあの何とも言えないリニアな加速感という、もうこれだけで所有するメリットは確実にあると思ってます。特に従来の RX の 450H オーナーさんとかですね、割と電動感がなくてパワーだけっていうようなハイブリッドシステムだったと思うんですけれども、多分 RX のラグジュアリーな世界観に合ってるのってこういうエンジンとかこういうパワートレーンなんですよね。だから一番 RX らしさ、特にバージョン L らしさを感じれるのはこの NX 450H プラスで決まりだと思います。でよく充電環境がないと PHEV ないんじゃないのみたいな話よくいただくんですけど、もちろん充電環境があったらもう悩む必要ないですね。数ヶ月間給油しなくてもう最低限使わなきゃいけないガソリンのもうこの期限みたいなのが来ちゃうっていう方結構多いぐらいです。一回ね試乗を NX でもいいんでしてほしいんですけど、とにかく電動感のある走りってまあ気持ちいいんですよ。離れられなくなるんです。たまにそれ合わない人もいるので乗ってしまった方がいいと思うんですけど、もう合う人の方が絶対多いはずなんですよ。滑らか、足から振動も来ないし手からも伝わってこないし音もしないしっていうのはめちゃくちゃ快適です。でしかも充電環境はなくても NX で PHEV デビューした方ってかなり多くて、もちろん住んでる環境によってですね周りに充電スポットがたくさんあれば、もうそこでお買い物したりとかちょっと出かけたりとかするだけで賄うことができてしまいますし、何よりもトヨタのですねこの PHEV システムっていうのはチャージモードというものを搭載しているので、わざわざ充電環境がなくても走って発電することで EV モードにすることができるようになってるんです。で充電しない時っていうのは通常のハイブリッドモデルとまあほぼ変わらない、エンジンがかかったり電動で走ったりを繰り返すだけになるので、まあ、日常でそこまで EV じゃなくてもいいからということで、たまにチャージモードやっておいて朝出発するときとかね、ちょっと静かに走りたいとか EV 楽しみたいって思ったときに EV モードに切り替える、これするだけで1つの車しか所有してないのになんか2つのパワートレインの車乗ってるような感覚にもなりますよね。全然それでもね楽しめるんじゃないかなと思いました。特にですね NX の時はパノラマルーフっていうかっこいいルーフが付けられないとか、マークレミンソンのねオーディオシステムが付けられないっていう、なんかよくわかんない足の引っ張り合いみたいなことがあったんですけど、それが今回全くないので、正直費用が出せるんだったらこの PHEV を買っておく方が RX を買うとしてはすごく幸せになれると思います。まあ、そして何よりも私よく言ってますけれども、防災の意識とかもしくはアウトドア用途とかなんかで考えた時にエンジンをかけず十何時間バッテリーとして使用ができるっていうのは相当強いんですよ。
しかもトヨタの PHEV っていうのは他社と違ってビークルパーコネクタっていうものが基本的についてることが最近多くなっていて、窓ガラスとかをですね開けたりとかすることなく、給電口ここに専用ねオレンジのものをカチッとつけるとそこにコンセントがさせるようになっていて、まあ、つまり悪天候時雨とかですね、まあ、もしくは虫が入るような時期であったとしてもケーブルをボディの外から出せるっていう、もうそれによって EV キャンプ、まあ、ベブキャンプなんて言われてますけど、そういったようなも使い方もできますし、私も今年の夏に経験しましたが、大規模なね停電があったなんて言った時に車から電源合わせてしまってですね、一晩中冷蔵庫とかを給電したりすることができるようになるわけです。この安心感はねだいぶ違うと思いますよ。今の時代やっぱ災害って、ね、何も津波とか地震ばっかりじゃないですから、やっぱ電気がないっていうだけで相当不安になるなっていうことを私感じましたし、そういった付加価値もついてくると、まあ、PHEV っていうのは他とはもうちょっと比べようがないっていう感じがします。だからこそ私は欲しくて、まあ、CX6 にも買ってしまったし、 NX もそれで注文しちゃったし、 RX も 450H プラスを最優先で見ていたというか、そういうところだったんですよね。ちなみに気になる燃費性能はどうかというと 18.8 キロということになっていて、まあ、今回設定されている3つのパワートレインの中では一番良くはなっていつつも、20超えてないのあんま良くないねって思う方もいますよね。まあ、これはハイブリッドモードで走行していることを想定しているというふうに受け止めていただいた方がシンプルにいくんじゃないかなと思います。当たり前ですけど、充電してその EV で走ってる分にはですね全く燃料使いませんので、充電環境がある方なんかはそれだけでもまあガソリンほぼかかってないような形になりますし、普段充電環境がなくても遠出した時とかチャージモードでね充電した時とかってことを総合的に見れば、まあこれよりはいい数字を叩き出せるということですので、その程度に捉えていただければいいんじゃないかなと思います。さあ、そしてですね、それだけまあ PHEV 推しの私から見る RX450H プラスバージョン L のデメリット、注意しておくべき点はもう1個だけと言っても過言ではないでしょう。高すぎるっていうところですね。もう871万円の価格の根拠が正直見出せてないっていうところがあります。まあ、何度も言ってますけれども、今回の RX っていうのはこの後紹介する 500H を除いて全てがほぼ NX と同じパワートレインになっていて、これは先代ではなかったことなんですよね。350H だけはバッテリーがバイポーラ型ニッケル水素電池っていうよりパワフルな電池になっているので、まあ、少し変更はあるんじゃないかというところなんですけど、この 450H プラスにおいては本当に基本的には同じものを共有しているということになっています。そうなってくると基本的に NX の 450H プラスと比べていくら高いのか、その価格差に対して納得感があるかというところで見なければいけないわけです。NX の 450H プラスバージョン L の4駆モデルっていうのは714万円からということになっていますので、さっきの350の F スポーツとかと純粋に比べていくとですね、100万円高い814万円ぐらいであればまあまあまあというところになるわけです。これに対して871万円ですから、これ相当価格差がありますよね。当然350ではメーカーオプションとなっているデジタルインナーミラーとかですね、ドライブレコーダーとかそういったものが込みになってるんですけれども、それをどう組み合わせたってその価格差、100万以上の価格差には当てはまらないんですよね。でもっと言うと、その F スポーツモデルの NX っていうのはヘッドランプが、まあ、本来はかかるべきところが RX 込みになってるからみたいな話してると思うんですけれども、当然 RX450H プラスのバージョン L と NX の 450H プラスのバージョン L ではそのあたりも一緒なんですよ。だから仮に同じ100万円の価格差だとしても納得感があるかっていうと、っていう感じ。先代モデルはだいたい6、70万の差でしたから、まあ、そもそも100万ずれてること自体本来はんっていうところなわけです。それに対してこの150万以上の価格アップが許せるのかっていう、そこですよね。まあ、もちろん4年以上乗れば補助金マックス受けられるっていうことを考えてとかっていうふうにも考えたんですけど、でもそれって NX も同じことじゃないですか。だからやっぱり NX と比べられるのは仕方ないですよね。これは 500H プラスとかあったら話変わってくるんですけど、そこがやっぱ気持ちとしてしっくりこないっていうところですね。まあ、さらに言うと、この後紹介する 500H との価格差も、まあ、なさすぎるっていうところから、いろいろと揺れ動いてる方も多いんじゃないかなと推察いたします。いや、逆に言うとですね、まあ、私なんか補助金受ける気がさらさらないっていうのもあって、価格をすごくフィーチャーして見てるわけですけど、4年間しっかり乗って補助金を受けるって考えた時に、まあ、別にいいんじゃないのって思える方も全然いらっしゃると思います。だし何よりも金額に変えがたい快適性とか世界観の違いがこの一つのグレードだけには存在するので、まあ、そこはねいいよっていう方は何もデメリットないと思っていいんじゃないかなと私は思っています。さあ、そして最後のですね、 RX500H F スポーツパフォーマンスのメリットから始めていこうと思うんですけれども、これを言わせてください。とにかく最小回転半径、まあ、つまり小回りが効きやすいっていう、これが一番のメリットだと私は感じています。今回の RX はですね、先代と比べて1895から1920ミリということで、かなり横幅が大型化しています。
これに関してはですね、もう現行の NX 自体も 5.8 メーターということでかなり大型化しているので、もう諦めてたところなんですけれども、この 500HF スポーツパフォーマンスだけ DRS という後輪操舵機能が搭載されています。まあこのグレードにしか付いてないことに対してのぼやきはまあ今回はやめておいたとして、まあこれがとにかく 500H の F スポーツパフォーマンスを所有した時に一番実感できるメリットだと私は踏んでいます。そしてこの 500H というパワートレイン 2.4 リッターターボのねハイブリッドシステム、今の DRS、 そしてダイレクト4という電力制御した四輪駆動制御システム、これがまあ体感できるっていう唯一のね専用パワートレインというところもこの RX500H のメリットだと思います。実際にはですね、クラウンの RS とほぼほぼ近いシステムということで、若干出力はこちらの方が高めになっているとか詳細設定はあるにしても、この大きな SUV でそれなりの走りも楽しむことができる。しかも私がクラウン RS を乗った感じ、 2.4 リッターターボオーナーからするとそこで感じているちっちゃなネガとか雑味の部分が全部消し去られてたので、いわゆる普通のハイブリッド車みたいな滑らかな走りを楽しみながら、システム最高出力371馬力というもう本当ね一般人としては持て余すしかないパワーもまあ備えてるっていうところもあるので、非常にねそのあたりの満足感は高いんじゃないかなと思います。まあそれに一応ハイブリッドシステムっていうことにもなっているので、災害時にも使える 1500W のコンセント、こちらも設定されていて、しかも標準化されているということになります。非常時給電モードを使った場合でもですね、定期的にアイドリングして発電したりをするので、キャンプ場で使うのは基本的にはできないということになりますけれども、まあそれでもねこれがあるかないかでは全然違うので、ガソリンモデルと違ってこのハイブリッドとしてのメリットもちゃんと享受できるというところも特徴の一つだと思います。あとはこれはメリットになる人とデメリットになる人もいると思うんですけれども、専用のエアローが組まれているようなシステムになっています。唯一の新パワートレインということでかなりいろいろと差別化されていて、特徴的なのはこう基本的にエアローを装着したような形になっているんですよね。同色エアローになります。なので樹脂パーツがないというところでは安っぽさはないというところがありますね。ブレーキキャリパーも本来の F スポーツってブラックなんですけど、そこに白でレクサスロゴが入ってるのは 500H しか選べないっていう風になっていたりですとか、特徴的なフロントのですねシルバー化色の部分やドアモールのところがブラックというかですね、これ見る限りだと漆黒べっきなんですけどになっていて、例えばブラックのカラーとかを選んだ時なんていうのは本当にブラックに寄せることができますし、ホワイトノーバとかなんかを選択した場合は現行の NX の F スポ同様ですね、白と黒のコンビネーションを楽しむことなんかができるようになっています。個人的な思いというか好みでいくと、やっぱり RX っていうのはクォーターガラスのところの独特なピラー形状でね、このクーペっぽさみたいなのを出してるじゃないですか。そこがいいところなんですけど、これが 500H になるとブラック化してしまうので、もうほぼほぼ目立たなくなっちゃうんですよね。特にブラックを選んだ時っていうのは。あとはですね、 NX はそのウィンドウモールとかっていうのはブラック塗装みたくなってるので別に良かったんですけど、今見てる感じ 500H って漆黒メッキなんですよね。メッキなんですよ、黒っぽいメッキで、これってね水しみみたいなのがめちゃくちゃ気になるっていうか、もう洗車して拭いたやつもちょっとでも拭き残しがあるとそれですぐ汚くなるので、結構ケアが大変だったイメージがあります。まだ私 500H の実車は見てないんですけど、そのあたりがどうかなっていうのが、これ好きな人にとってはメリットになるし、まあ、そういう部分を見るとデメリットにも感じる部分というところになります。ちなみに価格が900万円からっていうところは確かに安い金額じゃないですし、 RX に900万かって思うところもあるんですけど、これはですねさっきの4501プラスがいい仕事をしてしまっているというか、29万円しかそこと差がないのでまあいいかみたいな感じになっている方も比較的いらっしゃるような気がしますので、このあたりはまあちょっとどっちとも言えないかなと思います。で、あとはデメリットとしてっていうところでいくと、標準設定されているホイールですね、これがマットブラックしか選べないっていうところです。マットブラックって本当にかっこいいんですけど、とにかくさっき言った水しみみたいのがすぐつきます。そしてまあその水しみを落とそうとして擦ったり拭いたりするときっていうのは気をつけないとですね、もう消すことができないような傷になってしまうっていうところもありますし、ホイールコーティングなんかも基本的には対象じゃないというところですね。だから取り扱いがとにかく大変だっていうところですね。だからかっこよさはあるけど、それしか標準で選べないっていうのはちょっとどうなんだろうっていう気はしていて、私は本来ね350でも選択ができるタイプのホイールとかも用意すべきだったんじゃないかなっていうふうに思っています。もちろんメーカーオプションで11万円のね優勝ホイールもあるんですけど、これもまあデザインが結構やっぱ好き好み分かれそうかなっていう気もしますので、まあ、シンプルな今までの F スポをね踏襲したようなホイールがあってもいいんじゃなかったかなっていう風な気はしています。まあでも逆に言うとそのくらいしか特筆すべきようなデメリットとか注意すべき点っていうのもないですね。4501プラスと同じようにですね、ほぼほぼフルオプションになっていて、 F スポーツという名前がつくのにあんまりメーカーオプションがないっていうのは結構珍しいんですよね。そういったところからもなんかあんまり割高感を感じないっていうところもありますので、好きな方にはまるんじゃないかなと思いました。
はい、それではですね、それぞれのパワトレの私が思う注意事項とか特徴とかをまとめてたんですけれども、最終的にじゃあどれを注文したんだっていう話ですよね。はい、それをまあお伝えしていこうかと思います。まあ私はね、いろいろなところでこの PHEV が推しということで RX4501 プラスのバージョン L できてたわけなんですけれども、今回ですね、最終的に抽選応募する際に選択したパワートレインは RX500H の F スポーツパフォーマンスとなりました。でこれにはいろんな理由があるんですけれども、まあちょっとね、ライブなんかでも触れてたと思うんですけれども、まあ今回そもそも当たる当たらない問題とか、当たったとしても1年間かけて納車されていくとか、いろんな事情を考えた時に、まあそしてフル液晶メーターだとか AR ヘッドアップディスプレイとか、まあ今回明らかに見送られたような、 NX と差別化足りないよなっていうところあるじゃないですか。でいろんなことを考えて、今回もし当たって買うことができるんであれば RX に行く意義はありますし、逆にそうじゃない場合、私 NX とかも注文済みでまた帰ってくることもあるので、最悪 RX をスルーする可能性も出てくるんですよね。でそういった時に、どのディーラーさんでも一番競争率というか割り当ての数が足りないっていうのがこのやっぱ RX4501 プラスだったので、ここはまあこだわりよりも納車される確率を取りに行こうということで気持ちを押し殺すことにしました。まあもちろん CX60 も来るし、 NX はもう PHEV で注文済みだからっていうところも自分に言い聞かせた要素ではあるんですけれども、まあここはちょっと不本意ながら取り下げをしたということがあります。じゃあなんでその時点で350のバージョン L とかね、350の F スポーツじゃなくて 500H の F スポーツパフォーマンスなんだっていうことなんですけれども、今回抽選に参加した販売店さんの中で一番枠が多かったのがこの RX500H F スポーツパフォーマンスだったからということになります。まあ、このですね、販売店さん選びについても少しライブでは触れていたんですけれども、私はこの新型 RX の応募においては直前までお世話になっていた静岡大江店さんを選択することをやめました。理由はいくつかありますけれども、本当にね、この静岡大江さんのお客さんだったら分かると思いますけど、ガチ抽選なんですよね。本当にまあ本来こう忖度があるかないかっていろいろまあ考えてあると思います。私たちみたいな遊び人間の忖度なんて存在しないんで別にどうでもいいんですけれども、やっぱり法人さんとかが多い店舗っていうのは絶対にあるべきというか、あったわけですよね。今まで特に法人さんたちからすると、じゃあ今まで買った台数とかお付き合いのレベルで忖度というか区別が入ることって別にビジネスとしては普通なので、むしろ忖度された方が気持ちいいよっていう方の方が法人が多いお店って多分多いと思うんですよね。これ分かる方も多いと思うんですよ。特に皆さんも自営されてる方ってお得意さんとか絶対ありますよね。何かしら絶対区別とか対応って変えると思うんですけど、まあまあやっぱそれが今回できないところが多いわけじゃないですか。まあもちろんやらないと言っておきながらやってるかどうかはもう置いときましょうね。分かんないから。ただもうまあ何がと言えないんですけど、静岡葵さんはもうガチオブガチなんですよ。マジでガチで、そうなった時にやっとの思いでガチな状態で抽選して当たったとしても、まあ多分ね、まあこの気にしてもうしょうがないんですけど、忖度したろみたいなことが絶対起きると思うんですよ。まあ私のところに来るのはもうどうでも全然いいんですけれども、まあ、一番はあの状況で大変な感じを出して抽選受付をしている、まあ私の担当さんとか葵店さんの他のスタッフさんとかに対して、葵さんのお客さんの方がそういうやっぱ負の感情が向いちゃう気がするんですよね。でなんかね、それがあそこまでガチで私にも何ら忖度ないのにそんな言われをするのっていうのがなんかちょっと申し訳ないなっていうところがあって、まあそのね、販売店を公表した時とは、まあ、時代の流れも違うので、まあ、今後もですね、別に公表する必要なんかなかったかなって思うところもあったのもあって、別のお付き合いのある反社さんとかアレクサス販売店さんと、まあ、いくつかちょっとやり取りさせていただいてたんです。でその中で一つですね、その応募するにあたっては電話でも受付をしてくれる、いわゆるその注文書とかを巻かなくても抽選受付してくれるっていうところがあったのと、そこがある程度こう 500H の枠が多くて、しかも今のところは350に対しての注文が集中してるっていうところがあったので、まあちょっとどうしようかなと思ったんですけど、私もストレートでいけば、まあ、明らかにコスパのいい350行きたいんですよ。350のバージョン L がいいかなとか思ってたんですけど、当たる確率を優先してっていうところで、まあ、そのディーラーさんの条件とか状況とパワートレを組み合わせて今回 500H を設定したということになります。静岡大江店さんだと今週の木曜日で締め切って金曜にはもう発表されるはずだったんですけれども、私が今回抽選申し込みした別の販売店さんっていうのは12月に入ってから当選結果が分かるっていうことなので、まあちょっとですね、それで外れたら結局まあまあっていう話なんですけれども、当たるんであればということで今回 RX500HF スポーツパフォーマンスに行きましたというお話でした。ちなみに静岡大江店さんではすでに NX と LX を注文済みなんで、一応ですね、この NX を乗り換えても、まあ、注文済み納車待ちのオーナーにはなれるみたいなので、引き続きですね、近くのディーラーさんとしてはお付き合いさせていただこうかなと思っています。あ、そうそう、そして抽選が実際にまあ当たった
というところになったら、最終的に注文する内容とか細かくねお伝えしようとは思うんですけれども、現時点でね1個だけ決めたことがあります。まあ、それがボディカラーです。今回私ですね、新車で購入するのとしては初めてで、ブラックに行くことになりました。グラファイトブラックガラスフレークですね。まあ、これはいろいろあって、まあまあ多分わかる方もいらっしゃると思うんですけど、一番はねやっぱりこのフロントのスピンドルグリルのところが私はずっとブツブツ言ってるわけですよ。もちろん最近若干目が慣れてきちゃってます、慣れてきちゃってるんですけど、まああれだけこういろんなところで気になる気になるって言ってきている中で、まあもしホワイトノバガラスフレークをですね買った場合は、おそらくラッピングしてみたらどうなるのかって知りたい人もいると思うんですよね。だからそっちに行こうと思っていました。まあただ、まあ、そもそも今の NX350 もすごい気に入ってるんですよ。だし一応先代の RX から NX350 にかけてホワイトノーバ続きで赤内装続きなんですよ。でまた今回 F スポーツになっちゃったので赤内装続きではあるんですけど、じゃあせめて外側変えないと、もう自分の中でなんとなくこう変えた感とかが味わえないなとか、あともし選択してみてブラックやっぱやだな戻したいなってなったら、それも一つ降りる理由にはなりますし、あとやっぱりブラックのケアってどうなんだ問題ですよ。私やっぱりもう初めて免許取った時に買った中古車の安いコンパクトカーでしか経験がないので、そのブラックの大変さとレクサスの高級塗料を一緒にするのもどうかなっていうところと、まあそこにネモさんにねキーパーやってもらって、ネモキーパーコーティングしてやってみた時にどうなるかっていうリアリティは取っていきたいなっていう、まあそんな思いもちょっとちらついて、今回 RX500H の F スポーツパフォーマンスグラファイトブラックガラスフレークになったと、巷では反射 RX みたいなこと言われてますけど、相当黒くてですね塊感の強い極端なモデルになるんじゃないかなと想定しています。ホイールだけがねさっきデメリットで挙げたと思うんですけど、まあデザインも NX と一緒で嫌いじゃないんですけれども、なんか同じのだと車種変えた感がないし、まあそもそもねマット塗装だし、で 500H の高級な11万円もするっていうメーカーオプションなんですけど、11万もする割にはなんか性能差があるかもよくわかんないっていうところと、まあ本当デザインのね好き好みなんで何とも言えないですけど、なんとなくまだそこまでちょっとしっくりきてないんですよ。でもケアの方が大事かなと思って結果選択するような気もしますが、まあそういったところも当選しなかった瞬間にさっと抜けていく感じになると思うので、ひとまずはね12月頭の当選結果発表を待ちたいと思います。レクサス新型 RX のパワートレごとの注意点、メリットやデメリットをまとめてみましたということでお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。もうすでに抽選締め切ったよとか公表されたよという販売店さんもあれば、まだまだ受付中で発表もしばらく先っていうところもあるかと思いますので、まずはねどうしようパワートレって悩んでる方に少しでも参考になればいいなというところでやらせていただきました。まあそして私が購入したものが今回 500H だよということですとかね、初めてブラック行くよとか、反射さん少し変えましたとか、そういったところのご報告動画としてもお伝えさせていただきましたが、とにもかくにもですね、当たらないければどうということはないというか、なんかちょっとそれなんか違うか別の言葉になってきてますけど、当たらなかったらまあどうなんでしょうね、今後のコンテンツとしてどうなっていくかわかんないんですけれども、すでにねメンバーさんはじめ視聴者の方も当選したっていう方もいらっしゃるので、私が当たらなかったとしてでも最新のレクサス車は常に追っておきたい、まあ、特にね SUV 系とか自分が欲しいなと思ったものはその手で行こうと思っていますので、早いとこで行くと納車は1月ですよね、まあ、それより前なのか後なのか試乗もできるようになってくると思いますので、定期的に新型 RX のことも取り上げていきたいと思います。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。